本日は7月25日、夜の8時半ぐらいですね。今、ADA のチャートを見ています。これはね、30日足です。これを皆さん、どういうふうにご覧になってますか？私の放送をしばらく見てる方はもうお分かりだと思いますけども、ですね、こちらに高値を引いて、そしてですね、ここに安値を設定します。そうすると、私はここのレンジってものが見えるわけですよね。こういうような形です。で、今このレンジで推移してますけども、少し前はこのレンジだったわけなんですよ。こうですね。こういうふうにこのレンジを抜けて、トレンドがこう発生して、また今レンジに入っています。12円から14円ですね。で、そろそろ抜けるんではないかなというところです。これね、本日3回目のトライと言ってもいいかな。4回目にも見えるんですけども、もうそろそろ、次のフェーズ、14円から16円の間に行こうとしているように、見えるわけですよね。今仕込んでも悪いことはないですけども、リスクは高まってます。なるべく低い時にね、2円、4円、6円、8円、このあたりが仕込み時だったんですけどもね、その時はとても信じられなかったと思います。私はがっぽり仕込んでいたんで、今、倍額からね、1.5 倍とか、その玉がだいぶ育ってきて、利確をするたびに、多分私と同じような形で仕込んでいた人が利確をしてるから、ここが下がってるわけなんですよ。で、この辺も緩やかに下がってるのは、おそらくですけども、このあたりで買った人ですね。もしくはもう一個、このあたりで買った人。それほど儲かんなかったけども、とりあえず次のエントリーのために利確をしたって形でございます。ちょっと早口ですいません。じゃあね、次はちょっとだけ時間軸を短くして14日でいきましょうか。14日の、これね、ラインですけども、ここですね。ここに1個、そしてここ。まあ、ここも入れておきましょうか。あ、そろそろ天井がやばくなってきてるところです。天井突き抜けますよ、これ。今ね、この辺りに線引きますけども、14円50銭を抜けると、これは14円から16円のレンジに入るというふうに私は考えております。で、ちょっと長い時間軸を見てみますよ。長いです。90日です。3ヶ月。今が7月が終わりなんで、4月ぐらいから見ている私はどういうふうに見えるかです。ね、3ヶ月前、4円、6円の間のレンジだったわけですよ。この頃の放送、聞いていた方はきちんと仕込むことができて、ここのトレンドに乗れてるはずなんですよ。ガンと。ね。この分だけ。4円、6円の間で買ったものが8円、10円で利確できてるわけなんですよね。で、利確した方はこういうふうに、ここで売れてるわけなんですよ。で、徐々に仕込んでる人が出てきて、こういうふうに上がってきたというところで、12円、14円のレンジがここに形成されてるわけですね。で、今、12円、14円のレンジも壊れて、14、16円の方に、推移しようとしているというところですね。このドラマ、90日、ね。見てください。90日が30日、30日、30日に分かれてるでしょ。こういうふうに分析していくわけなんですよ。これはずいぶん前にお話したんで、もう言いませんけども、この、ADA の分析っていうのは、30日でレンジを書くっていうふうなところを考えていくと、例えばね、2円、4円の間で推移したときも30日単位なんですよ。ね、あの価格は長かったですけどもね。そういうふうに通貨によって、どのぐらいの日数同じようなレンジを測るのかってことを見ていくと、トレンドがどこに発生するかっていうのがよりね、考えやすくなります。トレンドここですよ、トレンドここですよ。だからここで儲けるのはもう普通のドル円とかの FX なんですよ。もう ADA の場合は早いんで、今日もだって1日でしょ。今日1日の間に値段が上がってるわけじゃないですか。1円ぐらい変わりましたよね。だからそういうふうに見ていかないといけないんで、ちょっと忙しいですよ。FX のドル円されてる方。私もドル円やってますけども、ADA はちょっと忙しいです。ですんで、レンジの間に仕込まないといけないんですよ。4円から6円の間に買うと。4円で買っても6円で買っても一緒なんですよ。で、4円で買っても6円で買っても一緒ですよ。この2円の幅っていうのは、仕込むときにはそんなに気にせずに、4円ギリギリで仕込んでいくんだ、じゃないんですよ。なぜなら FX のレンジってのは、例えば4円とか6円の間で売買しますけども、ADA の場合は違うんですよ。4円でも仕込む、5円でも仕込む、6円でも仕込む、5円に戻ったけどまた仕込む、4円に戻ったけどまた仕込む。なぜなら次のフェーズは6円から8円だからですよね。で、今回は8円から10円でしたんで、思いもよらぬ大きな利益が確定できたと思いますけどね。はい、じゃあ今日は以上です。ちょっと XRP も行きましょうか。